東堂になったつもりで、あの招き猫とかいうやつに技をかけるタイミングを言うてみ。どいてくれ工作。聞いとるか工作。すぐ戻ってきてくれ工作。父ちゃんが、父ちゃんが脳血で倒れた。マルチネスの小外刈り一本、東堂を破れる。東堂バカ誰が、お前も一本負けじゃ。んなこっちゃメダルを下げて日本に帰れんぞ。え、メダル。工作なら来てないわよ。冷めちゃったんじゃないの。やわらちゃんスーパースターになっちゃったし、熱しやすく冷めやすい性格なのよね工作って。一本それまで上位の空強い72キロ上級準決勝、ソ連のエディスラを難なく下して決勝進出です。ソ連はテレシコワが無差別級一本に絞ってきたため、実力第2位のエディスラできましたね。やはりまだまだロックエルの敵ではありませんでしたね。ジョニー、やわーら見ててくれただか。いよいよ決勝ね、今の調子でね。ジョニーさん強い。感激してる場合か。次の決勝も試合を見ながら技を仕掛けるタイミングを研究するぞ。アンドゥートロワじゃ。はい。だけどさっきメダルを持って帰るとかなんとかおっしゃいましたが、何のことですか？私は試合に出るわけじゃないからメダルなんて関係ありませんし。メダルはいいぞ。特に金ピカのやつは格別じゃ。金ピカのやつはツルピカの。柔道世界選手権、初日から早くも盛り上がってまいりました。女子の部72キロ超級決勝戦が今始まります。果たして優勝の行方は。準決勝で日本の東堂幸を下し、世界選手権初出場にして決勝進出を果たしたキューバのマルチネスか。世界選手権72キロ超級2連覇。しかし前回の大会では無差別級テレシコワ戦で左膝靭帯損傷。ワールドカップにおいてもテレシコワ戦でその傷をまた痛めるアクシデント。今ここに復活をかけるカナダのロックウェルか。ジョディ、しっかり。だけどおじいちゃんと藤子さんどこ行っちゃったんだろう。よいか、お前はジョディじゃ。あの招き猫とかいうやつに技を仕掛けてみ。はい、始め。ビットランでアンドゥートロワのタイミングを狙っとれ。ジョディ、相手にいいところ持たせちゃダメよ。ここだわ。アンドゥートロワ。ダメ。有効。なんとマルチネスの小内刈りにロックエルをまず倒れ込んだ。ジョディ、バカだね。お前だったら今ので一本負けじゃ。マルチネスという選手侮れませんね、山下さん。キューバの選手はバランスもバルもいい。特にこのマルチネスはスピードがあります。いける。アンドゥロックの大外。あ、いや、マルチネス逆に背後した。ジョディ逃げて。ロックエル思わぬ苦戦。キューバからとんでもない姿勢が現れました。わからない、全然わからない。どういうタイミングで仕掛けたらいいんですか。よく見るのじゃ、隙は必ずある。わしなんぞあの招き猫とやらをすでに5回は投げ飛ばしとる。はじめ。よく見て。
バルタは好きは必ずあるわ。遅くなりました。たった今着きました。いやジョディさん素晴らしい試合でした。で、松田さん来てないんですって？そうなのよ、工作ってスーパースターを発掘することには興味あるけど、実際にスーパースターになるとコローっと冷めちゃうのよね。そうでしょう、そう思ってたんだ。松田さんってそういう人ですよね。困っちゃうのよ、私でなくちゃ面倒見きれないわ。松田はそんな人じゃないだわよ。ジョディ、行こう。あら、山田さん。やわら、どうしたね。あんなの嘘よ。やわら。親父。死ぬな、親父。しっかりしろ、俺がついてるからな。これ工作声が大きくて。何言ってんだよ、そんなこと言ってる場合じゃ。お静かに。あ、すいません。すいません、ほれみ。あったく、やかましな、寝てられやしねえ。おやじ。父ちゃん。あれ工作、おめえ何やってんだこんなとこで。何やってんだじゃねえよ、ぶっ倒れたくせしてよ。大したこっちゃねえって。仕事はどうした？仕事は休んできたんだよ。柔道の世界選手権すっぽかして。世界選手権行ってこい。俺はなんともねえ。なんともねえわけねえだろ。なんともねえわけ。柔道か。そりゃおめえ少しは進展したんか。ね、何が？猪熊やわらのことに決まってんだろう。決まってはねえだろう、そんなこと。いい加減に諦めに。なんだよ、この前は好きにしろって言ったじゃないか。この命はこの命だ。ええか、今度の世界選手権でやわらちゃんが優勝でもしてみり。おめえみてえな三流士の三流記者とじゃますます差ができちまう。そんなことは分かってろ。どう見たって釣り合いが取れねえ。月とすっぽんってやつだ。分かってるって言ってんだろ、しゃべくってねえで寝てろ。お静かに。あ、すいません。そうよ、最初から分かってたじゃない、私は取材の対象に過ぎないって。やわら、やわら。フルシチョア、あれがやわら猪熊だ。48キロ以下級ではお前が、そして無差別級でテレシコアが倒す相手だ。そしてやわら猪熊時代に終止符を打つの。必ず。やわら。関係ないもん、松田さんなんか。いい加減に諦めれ。どう見たって釣り合いが取れねえ。月とすっぽんってやつだ。
おりゃすっぽんか。誰がすっぽんぽんだって。いや工作悪かったね。何が。柔道の世界選手権なんて大事な仕事があるのが分かってたらわざわざ呼ばなかったよ。何言ってんだよ。親父が倒れた時は泣きながら電話してきたくせによ。だけども母ちゃん一人でこの民宿どうすんだ。しばらくは上田んとこの久美ちゃんが手伝ってくれるって言うから。でも父ちゃんも無理聞かなくなりそうだし、そろそろ考えればね。心配すんねえ。いざとなりゃ俺が何言ってんだよ。その気もないくせに。誰も工作に戻ってこいなんて言ってね。だけどお前に手伝ってもらったってちっとも楽になんないよ。料理はおろか掃除もろくにできなくせに。掃除ぐらいできるさ。どうせ東京のアパートもゴミの山なんだろ。それにやっとこさスポーツ記者になって仕事も油が乗ってきたとこでねえか。こっち戻ってくるなんて場合じゃねえだろ。猪熊やわらの記事見てりゃわかる。あんなに生き生き仕事してるじゃねえかお前。ほれバカ言ってねえで早く食べちゃいな。片付かねえから。日本の大林です。いよいよ61キロ以下級の準決勝。日本チーム男子ではすでに小川が92キロ超級で金メダルを手にしていますが、女子は未だ金の声は聞かれず、ここは何としても大林に奮起してもらいたいところです。行け大林。お前ならできる。何焦らずとも八原さんが必ず金メダルを取ってくれます。下手をすると48キロ以下と無差別の2階級ね。どうしました八原さん。やっぱり元気ないな。あの私別になんともないです。本当です。そうか。やはり長い間無敗を続けていくといかに八原さんといえどもプレッシャーがかかるもんなんですね。わかりますよその気持ち。あ、そうだ、こういうのはどうです。この世界選手権が終わったらアドリア海の方を回ってみるんです。素敵ですよ。青い海、古い街並み、そういうところでゆっくりする時間も僕たちに必要。やわらん。あ、1回戦2回戦見てただか。ん、なんだ見とらんの。ちょっと来いや。あ、ちょっとまだ話が。何ジョディ。実はですね、チャールズ皇太子とダイアナ妃が新婚旅行で泊まったステファン島のホテルに部屋を予約してあるんですよ。何なのジョディ。ほれ見れ。あ、確かクリスティンさん。そうよ、私の結婚披露パーティーでヨワラと試合したカナダのホープクリスティン・アダムスよ。でもなんか痩せたみたい。グッドラッククリスティン。はい。そうよ、彼女66キロ以下級から61キロ以下級にウェイトダウンしてきたね。なんでだかわかるだかね。ヤワラが火をつけたね。え？クリスティンも私と同じヤワラと戦って目標はヤワラになったね。ヤワラのスピード、ヤワラの技のキレを自分の身につけるためダイエットしただわさ。むちゃくちゃトレーニングしただわさ。レイ始め。いかあノップの姉ちゃん、61キロ以下級はもしかするとお前が出場しとったかもしれん階級じゃ。はい、これもアンドゥトロワのタイミングの練習するんですか。当たり前じゃ、心して考え。はい。大林、相手の動きを止めろ。おお、これまたちょっと船のあるやつが出てきよったわい。早くてよく見えない。
前とは比べ物にならんくらいストロングになったね。みんなそう、私もテレシコアもみんなヤワラが目標よ。世界中の強いもんがヤワラ目指してどんどん強くなっとるのよ。ヤワラ、ヤワラ、こんなピリピリした顔初めて見たね。わかるね、松田おらんし心細いね。おっは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 、また一人やり手が現れよった。バルセロナにまた楽しみが増えたわい。はあ、怖かった。で、アンドゥートロワはどうした？え、あ、全然技を仕掛ける暇がなくてこの仕方に、そんなこっちゃメダルなんぞ夢の夢のそのまた夢じゃ。そうですよね、私もいつかメダルを目指せるようにならなくちゃダメですよね。いつかではないわ、今すぐなれ。そんな無茶ですよ。日本女子チーム、頼みの大林が準決勝敗退という番狂わせ。未だ金メダルは獲得できず、最終日48キロ以下級の猪熊やわらに嫌が上にも期待が集まります。最終日48キロ以下級の猪熊やわらに嫌が上にも期待が集まります。それではベオグラードピオニール体育館からさようなら。なんだい頼みって。お親父が倒れたって時にこんなことを頼める義理じゃないんだけど。ユーゴスラビアか、遠いわな。え、こんだけありゃなんとか足りるだろ。母ちゃん、大会ももう終わりに近づいてっから取材費なんか出ねえんだろう。山形帰ってくる旅費だってバカになんないはずだ。父ちゃんは言ってるけんど病気で弱気になっとるだけだ。世界チャンピオンだろうが一番強い娘だろうが普通の女の子に変わりね。ま、やるだけやってみるだな。何事も若いうちだね。すまね、すぐ返すから。当てにしてねえよ。じゃあ行くから。あ、行っといで。親父のこと。あーちゃんがついてっから。あのさ、何も心配いらねって。いや、そうじゃなくて、あの、まあそのうち楽させっからさ。バカ言ってねえでさっさと行きな。あの日の夜ビデオ膝を抱いて見てた。みんなやわらが目標よ。世界中の強いもんがみんなやわら目指してどんどん強くなっとるのよ。ソウルのワールドカップの時だってみんな相手の人が強かったわ。だけどなんでこんな気持ち初めて。ステンバイミーそばにいてね。あの頃の乗車券を拝見いたします。初めて試合が近づくにつれてなんだかどんどん怖くなってく。なんで。ああ、もしもし、え、松田かで、親さんの具合はどうだ。バカ野郎、こんな文章はあるか。書き直した。え、ここ2、3日が山。そうか、お袋さんの力になってやるよ。そこの見出し変更だって言ってたろ。はい、すいません編集長。気にすんな。
本当にすいません。ああ、まあ、ゆっくりしてこい。あのバカな、山形からモスクワ行く便があるかってんだ。いい記事ものにしてこいよ。世界チャンピオンだろうが一番強い娘だろうが普通の女の子に変わりね。まあやるだけやってみるだな。何事も若いうちだぜ。